10月にならん。なんかここ1個取れてた。なんでだろう。いや、ちょっとこの間見に来た、見に来た記憶はあるので、そん時になくなっちゃったと思うんだけど、これで動くと思うんだよね。はい、10月1日本日誕生日の兄弟たちよ、ガッツせよ。はい、久しぶりに誕生日手こずりましたね。なんでだろうな、多分俺がなんかこう、誤操作でやっちゃったんだと思います。バカッ神マッサ、いってらっしゃい。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い一年になることを心より願っております。おめでとう。ハッピーリー。ここにあるね、今後のことも考えていかないと。はい、オッケー、たるき設置完了。どうもマグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやってまいりましょう。昨日はですね、倉庫がね大幅にグレードアップしてですね、個人的にはねすごく気持ちいい、すっきりした感じがいたしますが、今日はですね建築の聖地に向かいまして、建築の聖地でその日の収録が終えられるよう神社作り、やっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はっ、今日の帽子は何かしら、カモン。おおおお、見出すけだ。収録が一番、ご覧いただきますかね。昨日作りました、倉庫。昨日から進んでいません。ですが、サンマタウンで置きっぱなしになっていたシュルカーボックスを持って帰ってきてます。ほいで突っ込んで見ているので、あ、まだやってる途中だな。あ、まだやってる途中。とりあえず、シュルカーボックスが1個も返ってきてないのがもうおかしいもんね。5つあったもん。だって、ほら。めっちゃあるんだけど、5つあったんだけど、これ1個ここにあるってことは、もう1個、1個流れてきていないとおかしいんだけど、流れてきてないんだよ。消えるシュルカーボックスに関しては、またクリエイティブでいろいろ試したいと思います。ね。いちいちこれなくなられるとかなりね、もったいないことになっちゃうからね。はい。というわけでね、収録が一番やったことは以上でございます。もっとシュルカーボックスが回収できると思ってやったんだけど、うまくいかなかった。では、本ネタの方に移りましょう。本ネタ！マグズボックスポータブル1つだけ返ってきてますので、今回はね、5つ持ってることになります。まあ、ここの中でね、やりくりすればいいだけですから。で、今回作ろうと思ってんのは神社なので、で、かつ、こう、オリジナリティを出すために、建築の聖地で取れるもののみを使用する、形を取りたいと思っております。プラスアルファやっぱり神社感を出していかないといけないので、こいつだけ持っていこうと思います。これはあれね、バナーね、これだけ持ってきゃ大丈夫だと思うんだよね。そして他なんか必要なのはあるかな。あー、大丈夫かな。あ、いるいるいるよー。おー、あー、額縁いるよね。一つは必要ですね、どうしてもね。ここにあるパウダーを全部持ってこう。コンクリートパウダー、使い切れてないコンクリートパウダーがあるんで、それを全部持っていきます。こことかもね、あっち入れちゃっていいんだよ。だから裏のやつだっつってね、これコンクリートパウダーだよね。全部これを今日持っていく。これは直すってことで、ここ片付けることができる。やべ、すっきりする。マジでありがとうね。ほんとアイディアくれたし、ありがとう。パウダーは全部集まれー。ほんとここは整理ついてないですね。ここもね、整理ちゃんとしてあげるとしっかりと仕分けられるんでね。てか作りますわもっといっぱい作りますわ。じゃあこっちも起動しよう。ここはテラコッタ倉庫。いいね、いいね、大活躍だね。あと3箇所回れるよね。1、2、3。うん、今日は持ちたいもん全部持ちましたので、現場の方へ向かいましょう。一瞬迷っちゃうんだよね。ここにね、看板入れを作ってみましたがそもそもあれがちょっと景観を崩してんじゃねえかって話もあるけど、まあおいおいね、どん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 みんなのねアドバイスとか、そういうのでね、手直しの回でいろいろと良くなっていくんで、あまり心配はしておりません。へっへっへっ、シュッとやってまいりました。建築の聖地いきますよ。もうここの名前建築の聖地でしょ。ここ建築の聖地だよ。もう看板持ってきてないわ。持ってきたら変えたけど、よいしょよいしょ、飛べ飛べ。飛ぶ前に飯食いたいみたいなことになっちゃって、
さあやってまいりました、建築の聖地ナウでございます。いいですね素晴らしいですね。建築の、資材が恐ろしいレベルでたまるよというこの場所、そう、その名も建築の、今持ってきたこのパウダーをですね、中途半端な数なんだけど、ちょっと早速ここでブロック化していくってこともいいんじゃないかと思います。全部出します。結構な量あるっぽいけど、ここで処理しちゃえば一瞬だ。で、パウダーを全部入れていきまーす。64個持ちます、片手に。で、ここで大事なのが、スライムブロック。なんでもいいんですけど、関係のないところ全部埋めてください。そうすれば、あとはここをオンにして、これで右クリックしとくだけで、ここの手持ちのところにいっぱいやってくるので、違う色が飛んできたりするけど、5分以内に終わるだろ。ほら、違う色いっぱい飛んでくるんだけど。いけ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 。違う色いっぱい飛んでくるんだけど、そこは5分以内になんとかこの次の色に移行するだろうという甘い、気持ちでですね、ちょっとやっていければいいと思う。うわ、違う色いっぱい出てきてる。ね、手持ちの赤がなくなれば、次の色をね、自動的に持ってくれるので、で、それをね、置いていくことになります。つまり、あそこのチェストの中に、必ず、パウダー以外を入れないようにすればですね、どんな色がやってきてもこれ対応することができる。ほら。オーケー。見てよ、すごいカラフルなものが出来上がってるよ。ちょっと見に行ってみよう。カラフルー。どんだけー。はい、ちょっと中途半端な感じに残っちゃってるのはもうしょうがないですよね。ここにね、丸石を流してあげたりすると、はい、あの辺のものも回収されるから効率は良くなりますけどね。今日は効率じゃないから、とりあえずもう流れたアイテムはおそらく仕分けの方にももう行きましたので、コンクリートも木も全部仕分けられるようになっておりますから、それぞれに適用された、チェストの方に入ってるはずでございます。そこでちょっと一回降りましてね、この木を残りをちょっと確認する。なるほど、アカシアと、ジャングルとオークが少ない、なるほど、そういうことね。ってことで次は、お前やりたいだけやないかいと言わないでください。その通りでございます。ただ単にやりたいだけでございます。アカシアとオークとジャングルが少ないってことだったよね。ってことでまずはオークモードを発動いたします。デーデン、参ります。はい、オーク終了。戻す、登る。次はジャングル。ジャングル終了。アカシアモードオン。お、爆発した。夜だ、おやすみ。さあ、アイテムがぐるんぐるん回っております。今日はいろんなもん回しましたので、まだぐるぐる回ってんじゃないかな。ほら、ぐるぐる回ってるね。吸収されないものがぐる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 回っております。見てえだけじゃねえかよってね。ただね、アカシアが怖いんだよな。ちょっと潰れる可能性があったりするんだよね。アカシアオンになってるかな、もう確認。アカシアオンになってる。いきます、アカシアやったら建築に入ります。ペイ。はい、アカシア終了。おお、またドコン。あー、動いてる、ちゃんと、よかった。ドッカンドッカンいってるし、特に何かが壊れた様子もありません。素晴らしい。おお、いっぱい仕分けがなされているこのトーチの点滅がそれを表しておりますね。そして、ガーディアントラップからは常に流れてきております。わーお、わーお、ここあっという間にいっぱいになっちゃうな。だからガーディアントラップもね、オンオフできるようにすればいいんですよね。上から操作できるように、そうすればもう完璧だよね。 OK、 では準備は整いました。トリマ2つぐらい出しといて、こいつも出して、で、どこに作るかなんですよね、今後のことも考えていかないといけないから。例えばここ部屋化する
ことになったとしたら、その部屋の中に作るのもどうかと思うので、こっちに出て、どうせあっちにも行く動線作んないといけないから、やっぱこの辺りになると思うんですよね、開けてるし。でこのスペースにご祈願のできる神社を作る。よし決定だ。何を使うかだよな。木材をこれ全種類使ってやろうか。全種類とりあえずね、2つくらい出しといて全種類使ってやるってのは絶対こんなにいらないな。1スタックでもよかったな。そんなに大きいのは作りません。まずオークで、オークじゃねえなこれ、オークで123、幅ね、12345、こうか。うん、ここにも神社ができればすげえいいよね。床にちょっと松を使って、ほうほうほう、全部引っかかるじゃねえかよ。これ屋根とか作れねえぞ。まあしょうがないね、しょうがないですよね、そういう場所だから。次白樺だな。白樺でちょっと壁作ろう。ほいで、コンクリートで使えそうなのがないかどうか。全種類使うとちょっとあまりにもひどいので、はい、この辺りとか。そうだな、これねえのか、ねえのか。で黒色か、黒だ、ちょっとねえ違うような気がするから、違うな、茶色、茶色ねえな。薄灰ぐらいしか使えないか。あと白ね、白はいっぱいあるから白とか出しておいて、よし、コンクリートがいまいち使えるのがなかった。白のコンクリートを混ぜた壁作りだね、こういう感じ。よし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 。じゃあ、天井に松を下付きで置くか。じゃあ湧き潰しにもなるしね。 OK、 じゃあ松はもう必要ないかな、随所に使ったし。白川も壁に使ったからちょっと下がっとこう、下がっといてもらおう。でコンクリートももういいし、なんか変なの手に入った。じゃあ残すはジャングルとアカシア、これを使ってやっていきます。アカシアのフェンスで装飾してあげるといいかもしんない。ってことは、ジャングルで屋根を作るってことになるのか。ジャングルの色が屋根に合わないんだよね、個人的にそう思うので。マッツーでちょっと階段をね多めに作っといて、で、かつジャングルの、うーん、ちょっと待ってよ、ジャングル、うん、そうだな、うん、ジャングルの階段もたくさん作る。こういうことだよね、これは屋根です。よく考えて、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、こうじゃない、こうじゃない、ここはもう屋根れないところがある、屋根れないところが。よいしょ。ふちゃくちゃ仕上がるな。すごいこう食い込んでくる建築だなこれ。一応まあこんな感じで屋根伸ばしていくんだけど、あんまりでっかくやりすぎると今度装置に引っかかってきそうな気もしないでもないから、そうだな、もうでも松の階段はそろそろあれで、いや次ジャングルで、外周作っていこうかな。はい、オッケー、たるき設置完了。はい、これだけでほんとそれらしくなるね、さすが。おっと、マジか、予想外の事態が起こってしまった。どこで現れた、どこから現れやがったこの野郎、どっから現れた。よし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 、不自然極まりありませんが、おそらく木材を使うところは全部いけたんじゃないかな。あとはフェンス作るぐらいかな。ちょっと飛んでみてみようかな今の状態で。おお、何やら食い込んでなんかできてる。食い込んだ神社があるな、おい食い込んでんな、おい設備に食い込んじゃってるね、おい。今回まだジャングルを使った松、使ったオークスからもうちょっと下がってもらって、アカシアだな、アカシアのフェンス作っていこう。うん、こう装飾を施していきます。窓にもね、アカシアを置く。それだけで結構こう和風だけどちょっと中華っぽくなっちゃうね、やっぱね、すごいね。いつも思うけどアカシアの力って半端じゃないよね、中華っぽくなっちゃってるね。それはそれでよしとしましょうよ。できることといえばバナーだよな。部屋の中に掛け軸を、ほいほい、ほいほい、うん。でここには
ガーディアンガーディアンがやっぱり大事な存在にはなってますから、ここではね。でここももう入り口必要ないので、入り口というかそういう凝り固まったやつ必要ないので、掛け軸の位置今変えてます。はいはいはい、よし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 。でマグロを、はい、え、生マグロで合ってたよね、わかんなくなっちゃうんだよね。できましたー、バッチリでございます。完成。どう、見えねえな、見えねえな、さっき飛んでみたからいっか。はい、ご神員隊も、できましたので、分子建築の聖地バージョンでございます。これで、動画の締めをここで行うことができるようになりました。いいね。はい、お疲れ様でした。兄弟通信を行っていきましょう。申請でいいね。遅かったな、信じてたぜが 81%、 ありがとう、みんなありがとうね。しっかりしてくれい。まあどっちにしても愛ある言葉なんだけど、これはホテル建築を、開始した時のアンケートでございますね。やるやる詐欺が結構続いちゃったんでね。なんか中華料理が美味しそうなホテルですね。そうなんですよ、結構そういう意見が多くて、今日のこの神社もあれだよね、アカシアを使うことによってより中華感がちょっと増しちゃっておりますけれども。マグリンさんの建築好きたまらんです。喫煙所など宿泊者を考えたリアルな構造、そうなんですよ。僕もね、やっぱり作るならせっかくならリアルなところで行きたいんでね。はい、ちょっとおかげでちょっと時間かかっちゃったねっていう部分もありますけどね。まあ結果オーライですよね、こうやって言ってくれる方がいるということは大成功だ。今日画像は一つです。 JP さんはよ、今行ったら捕まる、からはよ、モザイク処理をさせていただきました。明日の予定でございますが、この感じだとどうだろう、何ができっかな、ちょっとね、ごめんなさい、わかんない、勢いでやる。ではご祈願のお時間に移りたいと思います。マグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、そして明日の企画も成功を祈願いたしまして、ジャリーン、アンマグルデーリョー。建築の聖地がまた一つ過ごしやすくなりました。お疲れ様でございました。今日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。よいしょ、岸君、デジャブです。ほなです。